はい、こんにちは、アリアです。ドラゴンクエスト4やっていきましょう。前回は、ソレッタの街だよね。ソレッタの街までやってきたと思います。確認したろ。ソレッタまでやってきました。お薬をもらいにソレッタまでやってきましたが、その薬をもうすでに栽培していなくて、種が南の洞窟に残っているそうなので、それを取りに行こうと思います。合ってるよな。ね、ちなみに病気にかかったのはクリフトちゃんですね。というわけで、今は、姫を探しに、ついでにね、種をもらいに洞窟へ向かうところです。レベルをちょぴっと上げておきました。そんなものかな？装備は買ってないし、このまま洞窟へ向かっていこうと思います。おぉ、凍ってる。ここがパテキアの種があるっていう洞窟ね。おるやん。あら、この扉、鍵はかかってるわね。よーし。やめろこうやって開けるものじゃないでしょ。あー、これだから納金は。さあ、扉は開いたわ。行きましょう、みんな。ドン引きだよ。確か、姫は盗賊の鍵を持っていたはずだよな。そんなに扉を切り開けたかったんだろうか。まあ、いい、行くぞ。みんな、ドン引きだぜ。これは脳筋ですね。すごい、氷がキラキラしてる。なんだこれ？あ、知ってる。乗ったら滑るんだね。はい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 。あ、これだ。はい。おぉ、すげえ色の種。パデキアの種を手に入れた。じゃあ帰りましょうね、こんなところ。お子様は、そうだ、農作業してるんだった。できたぞ。まさしくそれはパデキアの種。ついに、ささ、その種を早く村中の畑に。大丈夫、パデキアはすぐに育つのじゃ。すげえ。なんと、みるみるうちにパデキアが芽を出した。ありがとう。これでこの国は救われた。ささ、そなたもパデキアの根っこを持っていくがよい。ありがとう。じゃあ、クリフトのとこ行きましょうね。あれ、早かったね。まあ、あなたたちがパデキアの根っこを言ってもなかったからもうダメだって戻ってきたのに本当に嬉しいわ。でもなかったって宝箱開いてたからやろ。あ、そうだ、使わなきゃ。パデキアの根っこ、使う。すりつぶし、クリフトに飲ませた。まずそう。リフトは回復した。よかったね。あ、姫様。よかったじゃん。お恥ずかしい。姫様を守るべき私がこのようなご迷惑を。デスピサロを探す旅を続けましょう。あ、結局デスピサロ追ってるんだっけ。そうなんですよ。僕たちもデスピサロを追ってるんでしたっけ？以前、勇者の住む村がデスピサロに滅ぼされたそうですが、そうです。私です。あっさり仲間になりましたね。ほい、持ち物が追加された。やい、すぐ馬車行っちゃう。おぉ。あいつも行っちゃって。光に導かれし者。何はあれ？仲間が、あ、ともあれか。一遍に仲間が3人も増えました。え？なになに？ああ、びっくりした。
お待ちください。悪いと足つ、立ち聞きしてしまいました。はいはい。世界を救ってくれる勇者様だったとは。以前、この宿に泊まったライアンという戦士が勇者様を探していたのです。へぇ、いたんだ。彼か西の国、キングレオンに行くと申しておりました。なんだって？レベル上げなきゃキングレオンに勝てないなぁ。よーしよしよし。ここは偉大なるお城、キングレオだ。あ、ここ開かないんやな。開かないんだ。どうしよう。あ、なんかおるやん。僕はホイミンという旅の者です。ん？どうかお城の中に連れて行かれたライアン様をお助けください。魔法の鍵があれば中に忍び込めるはずです。宝密村の地下にいる僕の古い友人が知っているはずです。宝密村。宝密村って、二人の出身地でしたっけ？あ、いたいたいた。スライムー。いじめないでくれよ。僕は悪いスライムじゃないよ。はいはい。あ、そうだ。エドガンさんはここ以外にも秘密の研究所を持っていたよ。へぇ。確か、西の洞窟の中。へぇ。あそこ行こうか。西の洞窟の中。ん？宝箱の底にボタンを見つけた。はい。おぉ。おお、こんなところに秘密の部屋が。魔法の杖を求めて第4章。私は魔法使いマドレー。気は進まぬが、これも仕事と割り切って洞窟に潜ることにした。お、何でも魔法の杖を見つけるには、最も奥の宝箱の底を調べるべし、とのことだ。全くよりにもよって、一番奥の部屋とは、念の言ったことだ。そんなに私が嫌いか、無知！こんな正体やめちまおう、つって。田舎に帰って、気ままに生きてやるんだ。はい。あ、チームだ。お、これが、魔法の鍵ちゃんですか。じゃあ帰りましょうね。馬車ごと入れるってすげえな、この部屋。どうしようかな、キングレオ入っちゃおうかな。様子だけチラチラ見てこようかな。失礼しまーす。あ、またおるやん。どこに行っちゃったのかな。あ、いた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 。ほら、おとなしくしろ。貴様らごときにこのライアンを抑えられるものか。お、お、殺した。ぶちこくっつった。む、その姿、そのいでたち、間違いない。お告げ書のお告げの通りだ。布を、このライアン、ついに探し求めた勇者殿にお会いすることができた。お前、そんな暑苦しい男だったっけ。勇者殿、あなた様を探して私はどれほど旅をしたことか。と、今は苦労話をしている時ではなかった。はん。この部屋の中にいるのは世界を破滅せしめんとする邪悪の手のものと聞きます。共に打ち倒し、その背後に潜む邪悪の根源を突き止めましょうぞ。さあ中へ。待って、待って、俺まだレベリングしてない。嘘、嘘、やめて、やめて、やめて。出会え、クソ者め。帰りたいんだけど。おいおいおい。すいません、すいません、帰りたいっす。めちゃくちゃ帰りたいっす。どうなっても知らないからな。私の名はキングレオ。デスピラ様に代わり、この国を支配するものだ。はいはい。言ってましたね、デスピラ様にね。ん？そこの娘、お前は確かバルザックを仇とやってきた娘だったな。そうだよ。あいにくだが、バルザックはもうおらんぞ。残念だったな。うははははは。
あー。無理。おお。どこからともなく声が聞こえちゃいますね。まだ死ぬ時ではありません。ああ。はい、というわけでね、今回、ここまでにしましょうね。おいおいおい、一体どこに戻されたんで俺は、金が半分以上減ってるしよ。はい、というわけで今回ここまでです。お疲れ様でした。いやー、ちょっと様子をさ、チラチラ見に行ったら死んだわ。ありえねえ。はい、というわけでね、ちゃんとレベリングしておきます。お疲れ様でした。次回こそはね、キングレイをぶっ飛ばしてやりましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。